ヒルトンホテルズリゾーツはヒルトンワールドワイドが国際的に展開しているホテルチェーンである。2019年末時点で118カ国で584件のホテルが営業している。ヒルトンサンディエゴベイフロントウォルドルフ・アストリアヒルトンホテルはアメリカの実業家コンラット・ヒルトンにより創業された。マリオット・インターナショナル・ハヤット・ホテルリゾーツ アコーホテルズなどと並び、世界的に有名なホテルチェーンの一つ。運営会社は、投資ファンドブラックストーングループにより買収され、2007年10月に上場廃止となったが、2013年に再上場した。その後、中華人民共和国の海港集団が、ブラックストーンに代わって、筆頭株主となる。かつては、トランスワールド航空が、米国外でのヒルトンホテルを持つ、 ヒルトンインターナショナルを所有していたこともある。ヒルトンホテルズリゾーツを保有する、ヒルトンワールドワイドホールディングスは、同ブランドを含む18のブランドを展開する。コンラッドホテルヒルトンホテル開業都市順リー、キュリオコレクションバイヒルトン過去に営業していた、施設新規オープン予定施設級沖縄ヒルトン。ありがとうございます。